の計画がどうしてこんなことに。なあなあリー、うん、本当にこの辺にソフィアがいるの？もちろんです。この先にいるはずです。地図見せてくれよ。タクシーを呼んだ方が良かったかな。少なくとも方向は合っています。お家に帰りたい。はい、あなたたちも発掘しに来たの？違うみたいね。カクカクシカシカ。ごめんなさい、どんな顔すればいいのか。笑えばいいと思うよ。というかそれどころじゃないんだ。俺たちソフィアを探してるんだよ。じゃあこうしましょう。私の発掘作業を手伝ってくれたらソフィアの場所まで案内してあげる。よっしゃ、道を教えてくれるなら何だってするよ。じゃあ商談成立ね。行こうセリー。こっちこっち。あのアイラさん、それって作品が違いますよね。俺たちがいるのはパニグレの世界であって、巨大ロボットがあるのはおかしいだろ。人類が築いた黄金時代には多くの謎が満ち溢れているの。ああ、でもこんな兵器が作られてたなんて。もしこのような兵器があれば世界はもっと早く破壊されています。これはおそらくアトラクションの一種でしょう。道理で世界観がおかしいと思ったよ。この辺を掘っていくとこんなのが見つかるんだ。おお、かっこいい。じゃあ発掘開始。おお、ではあの占い師を探してください。ななみの妖婦。この声は。結局君たちの相手はこの僕ローランがするしかないようだね。なんだかボロボロです。ああ、僕をかわいそうな目で見るな。こんなのかすり傷だ。心配無用です。手加減する気などありませんから。さあ、どこから切り刻んでほしい？待ってくれ、せめて一人ずつ。神があなたの罪をお許しになりますように。心配いりませんよ、ルシア、ナナミさん。怪我をしたら私が治療いたします。お、渡辺さん、こんにちは。何してんだ？おじさん、そのケーキ何？おじさんと呼ぶんじゃない。ああ、これが今夜のために用意したものだ。今夜ですか？ああ、新年のお祝いですね。まだ時間はあります。指揮官への贈り物を用意しましょう。ゴーゴーゴー。やっぱり選ぶなら断然重火器だよな。でもそんな戦い方じゃ指揮官は退屈するでしょうね。やっぱり自分の手で直接やらないと。はあ？それはお前の趣味だろうが。指揮官はお前みたいなサディストと一緒にするんじゃねえ。あなたは指揮官の何を知ってるのかしら。誰もが心の中に隠れた一面を持ってるものなのよ。あまり時間がない。二つとも購入します。毎度あり。結局ソフィア留守で会えなくてさ、プレゼントを買う時間もなくて、指揮官には発掘品ぐらいしかあげられるものがないんだよ。これ知ってる？黄金時代の人間たちに大人気だったんだって。単なるプラスチックの塊なのにすごく魅力的なの。多分芸術作品だと思うな。やっぱり指揮官にふさわしいのは重火器だろ。せっかくの記念日だし、イメチェンには持ってこいだ。この武器試し切りしてみたいわ。銃は剣よりも強し、うん、渡辺さん、大変お世話になりました。お互い様だ。
すごいですよね。グレイレイヴンが結成された時、こんなチームになるといいなと思っていました。そんな素敵な夢を抱いていたんです。でも今その夢は叶ったようだな。はい、これも全て指揮官のおかげです。指揮官、これからもよろしく。